なごみの暮らしのコーナーです。今日は日本のさまざまな景色について清水正弘さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のテーマが何ですか、清水さん。天空の城っていうテーマでお教えいただきましたが、天空の城っていうふうに名付けられてるその、昔の山城って言いますかね。日本には城がたくさんあると思うんですけど、姫路城ですとかね、そういうような大阪城なんかに、平地にあるような、城もあるんですけど、どちらかというとあの、山の頂上のあたりに、作られたような、山城ですよね。その典型的なのがその、今日ちょっとその中心にお話しようとしている兵庫県の、和田山町というところなんですけど、昔の旧名でいうと朝子っていうところなんですが、そこにある武田城っていうですね、ついこの間一昨日行ってきたところなんです最近のホットな話題をお届けいただけるわけですね。その武田城、天空の城と言われるそのゆえん、やっぱり山あい高いところに、そうですね、そんなに1000メーターぐらいのね、その山の高さにあるっていうわけじゃなくて、高々350メーターぐらいの標高なんですけれど、兵庫県でも北部の方なんですね。このお城はどちらかというと、田島の国っていうのがありますね。兵庫県の北部は田島地方っていうふうに言いますけど、その田島の国とその兵庫県の南の播磨の国、姫路のあたりが播磨の国なんですけど、それの境にある山城なんですね。それの田島側なんです、ということは要は兵庫県の北部の方にあるんですね。兵庫県の北部っていうのはご存知のように日本海に面しておりますから、結構雪深いんですよね、兵庫県の北部は。でやはりあの標高350メーターといえど、結構その冬場には冷え込むんですよ。でその山麓には丸山川っていう川が流れておりまして、この川はもう日本海に注いでいく川なんですけど、11月ぐらいから翌年の4月ぐらいまでの間、冷え込んだ冬の朝にですね、やはりその丸山川の水温とその外気の気温差が原因なんですけど、それでその川面にですね、川霧っていうのが立つんですよ。その川霧がじわーっと上の方に上がってくるわけですね。ところがこの武田城の山城っていうのは350メーターの本当頂上部分にありますから、その頂上のすぐ下ぐらいまで川霧がずっと立ち上がってくるわけですよ。それをその遠い目にあるちょっと小高い山の上から眺めてるとですね、まさに本当にあの白い雲海の上にですね、ぽっかりと浮かぶようなそういうふうな城跡ということで、天空の城というふうに名付けられてるんですよね。本当に山頂部分だけが、その山城なるところだけが見えてるという、ぽっかりとその白い雲間に浮かぶっていう感じなんですよね。まさしく ラピュタのような本当にそうですね。ラピュタのような形で、ちょうどね、1900あれはバブルの頃ですから、80年代ぐらいでしょうかね、角川映画でね、天と地とっていう映画がその撮られてるんですけど、この山城跡にですね、10日間だけ、期間限定でですね、角川が何億ってお金を使ってですね、そのお城のロケセットを作ったりとかしたぐらいなんですよ。それだけ非常に見栄えのするっていう場所にあるっていうかですね、そういうふうな山城なんですよね。今日その兵庫県の県北部のね、武田城というところを中心にお話しいただいたんですが、どうしてもこうお城と言いますと、先ほどもおっしゃったその平地にある、特に広島の市内だと広島城もすぐ平地にありますから、そういったお城の方がこう目につきやすいと思うんですけど、例えばこの中国地方あたりにも山城というのは残ってるんですか？たくさんありますよね。たくさんある、有名無名を入れると本当にたくさんあってですね、例えばこの広島の市内の界隈でもですね、例えば武田山っていう広島経済大学あるところのですね、裏山っていうのがあれ武田山っていうところなんですが、武田山の山頂にはお城跡が残ってるんですよ。金山城って言ってですね、銀山城っていうですね、銀の山のお城と書いてそれ金山、地名でも金山城ってありますけれど、その金山城っていうのが残ってる、城跡とか、残って
ていますよね。まあ、近いところではそういうところも残っておりますし、うん、例えばですね、島根県なんかでその津和野っていうところがありますね、はい、津和野の町並みってのは意外とね町並み散策とかその観光の名所になってますが、ふとその 町並みを歩きながら西の方角をちょっと見上げていただいたら、うん、丘の上の方にですね石垣が残ってるんですよね。それが津和野城なんですよ。まあ、簡単にあのチェアリフトみたいなんで上に上がれたりとかするんですけど、まあ、ここはゆっくりと歩いて上がる道もあるんですね。あまり知られてないんですが、そうするとその津和野の城の城跡まで上がっていきましたら、そこも山城跡なので一つの丘っていうか里山の頂上にあるんですね。でそこの上に上がって津和野の街並みを見下ろしたらですね、これはもう素敵な風景なんですよ。ああそうなんですか。で先ほどのその武田城もそうなんです、頂上まで上がっていって石垣の上に立ってですね、そしてその武田の街並みを見下ろすっていうかですね、まあ、山城の魅力っていうのはそういうところがありますよね。でもし例えばその島根県、同じ島根県なんですけど、はい、安来町、安来市ってありますね、はい、あの土壌すくいで有名な、あそこにですね月山戸田城っていうですね、もう名前からしてはなかなかねその、はい、いい名前なんですけど、まあ、月の山の、富む田んぼの城と書いてですね月山戸田城っていうんです。いい名前ですね。いい名前ですね。でここはなんとですね、まあ、あの広島の人にとってみたらあれかもしれませんが、まあ、広島毛利がいるんですね。で昔毛利と雨子っていうのがね、戦ってですね、その毛利雨子をその、まあ追いやってしまうわけなんですけど、はい、その月山戸田城っていうのはその雨子氏の居城だったところなんですよ。でここもですね頂上まで歩いて上がれるんですね。で広い例えばその追手門跡ですとか、それから、二の丸跡三の丸跡というようなものをずっと上がっていきましたら、そのお頂上の、まあ、今は当然ね建物はないんですが、天守閣のあったようなところまで上がるんですね。そこまで上がりましたらね、なんとその宍道湖の方が見えるんですよ。